意味ラジオ第五千八百七十七回。今日は令和六年一月八日月曜日です。時刻は正午、今お日様が一番空高いところにありますね。今日はすっきりと晴れた冬空で、本当走りに行きたいところなんですが。午後一時からは小論文の授業がありますね。それが終わって、まだ太陽が照ってて。 街が暗くなかったら、それからでも走りに行こうかなと思ってはいます。夢ラジオです。今回は能登半島地震お話しいたします。今日が一月八日。月曜日。で。一週間前の一月一日元旦の日の。あの。地震ですよ。 ちちょうど1週間経ちました、ね、で行方不明の人もいらっしゃってまだわからないんですけど犠牲者は200名超えるだろうううといいうふうに言われています今年の年末年始は岡山にいたんですけどその岡山でも元旦ぼんやりテレビつけたらこの地震のニュースでもういっぱいでしたね。 でちょうど東日本大震災と同じく海の底で地震が発生してで大きく揺れて海岸の地域がそして津波の恐れがあるというそういうことだから津波があるから逃げろっていうことをあの元旦の日はテレビで何度も言っていましたね。このの横浜のお家には テレビなんかないんですけど、さすがに岡山の方にはテレビがありますから。もう津波の話一色でした。で、実際津波は来なかったんですよね。で、あの東日本大震災も13年前になりますが、その犠牲者の大部分は津波の被害者なんですよ。で、津波がそれほど甚大ではなかった。これは良かったんですよね。ですから。 結局あの今回の能登半島地震における被害っていうのは火災ですね。地震の結果起きた火災で輪島の町が焼けていたしかも夜になってぼうぼう燃えてるあの映像が流れていました元旦の夜に。で電気もなくなって町が真っ暗と。 200名の犠牲者になろうと思われますがその犠牲者の方々はこの火災そして建物の倒壊あと土砂崩れですね土砂崩れの犠牲になられた方々となりそうです。津波が来ななければ大きな被害には ならないまあ大きな被害にはならないったって200名以上の方々が犠牲になってるわけですから軽く言うことはできないんですけどただ東日本大震災と比べたらあのまあこの程度の犠牲で済んだそうも言える。で日本って本当に災害大国で地震も来れば台風も来るというだから地震はもう。 私たちの人生のすぐそばにあるんですねですからもう痛ましい話ではあるんですがこういう地震が起きるっていうことをある程度想定した人生想定した生活にならざるを得ません。でまあ私自身は海のそばに住むっていうことをしないし、まあ、ここ横浜なんですけど横浜でも内陸なんですねここ。 広福のこの辺りやっぱり心のどっかには海のそばにいるとまずいっていうのがねいつもあるですから港の方に行くときにはもちろん港に行く場合は多いんですけど横浜のけれどあ,あ危ないなというふうにはいつも心のどっかで持ってるんですねこれ横浜だけではなくて東京のウォーターフロント行くときにもそうですよ、まあ、もちろん だから港の方行かないっていうそんなバカなことは、ね、言わないんですけどちゃんと海のそばも行って延、ね、長する時はすればいいんですがやっぱ海のそば危ない日本はこれは太平洋側日本海側問わない津波の被害がなくて建物の倒壊そして火災で済んだけれど とはいえ、もうその犠牲者というのは痛ましい限りで次このような地震があった時それはどこで起きるかわからないんですけどその時にも犠牲者が最小限になるように今回のこの地震の教訓が生かされたらいいですよね東日本大震災の時にはやっぱ津波を甘く見ていた。それが、あの あの大被害につながったので今回はもうテレビから何から津波のことを何度も言ってましたねあれは教訓だったでしょう次回は津波が起きた時いかに火災が出ないようにするかここに教訓が読み取られたらいいですよね「イメラジオ」今回は能登半島地震についてお話しました1週間前のことです。